味方の方におへそを向けます。でそうするとこの相手は、はい、こんにちは、アルドブレスドリブル塾栃木群馬支部代表の平河内です。今日は、その場でできる、足技っていうか、ほんとたった2タッチしかないんですけど、足技の練習になります。でこの試合、このフェイントを、練習して、試合でもね応用できると思うんで、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。マジで超簡単なんでやってみてください。それでは動画の方に移っていきましょう。レッツゴー。それでは今見てもらった動画のポイントと解説をやっていきます。でまず、やり方なんですけど、自分の得意な方の足の指の裏で横にボールをずらす。でずらしたらしっかり足ついてください。で足ついたら次もう一度自分の得意な方の足の指の裏で自分の方にボールを引いて縦に突破っていうイメージです。とこれはで相手が前にいると、このカメラが相手だとして、横に味方もいる。で最初の指の裏で味方の方におへそを向けます。でそうするとその相手は向こうにパス出すんだなとか、向こうに行きたいんだなって思うので、その瞬間に自分の方にボールを引いて突破っていうイメージです。イメージはで、このしっかり相手を騙してね、かわしたいわけなんですけど、本当ポイントとしてはさっきも言ったように、指の裏で転がした時に足だけで1、2ってやっちゃうと相手騙せないので、しっかり自分のおへその向きも最初相手から正面向いてる状態で、これをしっかり横にしてください。で横向いたら次すぐにボールを自分の方に引いて前にポップを吸ってください。練習方法としては、その場で指の裏、指の裏、もう一回指の裏、指の裏、これを繰り返し何回もで、しっかりおへその向きも変える。でここでもう一個ね、大事なポイントなんですけど、足のステップを見てください。自分の得意な方の指の裏でボールを横にずらしたら、地面につく足は転がして左、右で、自分の方に転がす時も地面に足つく順番は左、右で前に、この1、2転がして1、2転がして1、2、このステップを忘れずにこれをやると必ず、自分のスピードに乗って縦にも突破できると思うんで、ぜひやってみてください。もう一つだけ大事なポイントがあって、この横向く瞬間にめっちゃ速くやって全部のスピードが1、2だと相手騙せないので、ファルカンフェイントと同じなんですけど、最初の1はゆっくりで、ここ速くって立ってっていう、こういうイメージで、試合だとね、試合のイメージだと持っていただくと必ず相手に抜けますので、この緩急、最初の1はゆっくり、おへそ横に向けるで、次の2を速くで前に突破、もうこれ超簡単なんで、ぜひね今この自粛中にこうたくさん練習して、もう周りの子供と周りのライバルと差を縮めましょう、ね、そういう意味でこれやってるんで、ぜひ最後までやってみてください。はい、それでは動画の最後になります。今も、チャンネル登録ね、この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。あと RWS に公式 LINE もあるので、こちらにねまた貼っとくので、公式 LINE に追加していただいて、全コーチの無料の動画で送信すると必ず14個の動画もらえますので、ぜひ、チャンネル登録完了、あと14個の動画と送信していただくと、もらえますので、ぜひよろしくお願いいたします。あとそれでも、栃木と群馬でもねまだスクールやってるんで、宇都宮校、栃木市校、前橋校、この3つでとりあえずやってるんで、ぜひよろしくお願いいたします。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。